まあ、弱かった。弱かったな。すごかったけど。ハゲてるやん。知ってたけど。こんなはずでは。やめろ。秀忠様。秀忠よ。あなたが手を汚す必要はありません。その男は将軍である私が。秀忠様。すべてを見せてもらった。兄上の死、この島のこと。どっから来たんや。全部お前の仕業だったんだな。私はお前を信用しすぎた。お前の諫言に乗り、現実を見ようとしなかった。なぜもっと疑わなかったんだろうか。なぜ5年前天界に気をつけろと言ってくれた兄の言葉に耳を貸さなかったのだろうか。天界、悪いのはお前だけではない。私も悪いのだ。何を今さら。バカなお前に代わって幕府をここまで大きくしたのはわしの力だ。そうだ。だから、おい、私は責任を取る。お前を切って、ああ、そういうこと。世を改める。あなたは切ってはいけない。止めた。宮本殿。今、あなたは綺麗なままの人間でいるべきだ。たとえこの男が憎かったとしても、あなたの兄。結城秀康は最後の時もあなたのことを気にして。俺が切ったんや、秀康。あなたは将軍として人が人を切らないで良い国を作るべきだ。だからあなたは切ってはいけない。誰が切んねん、ほんじゃ。はるか遅くなったな、おじさん。天界見張っとかねえか。ええんか、危ないぞ。もうどこへも行かない。めでたい奴らだ。これで全て終わったつもりなのか。天界、南攻防天界は死なぬ。私は不死身だ。あれを見よ。何？私の同胞だ。奴らはわしの意志を継ぐ男たちだ。お前らをこの島で殺し、新たな幕府を私が作る。私が天下を取るのだ。天界。お前の意志など誰が継ぐか。貴様こそこの島で消えてなくなれ。
不死身らしいですけど、こいつでも。小次郎、大丈夫だ。お前でも一発撃たれただけやで。誰か。これどうするかやな。ヘビーマシンガンいるやろ。天海は死んだ。もう彼らには戦う理由がないはずだ。いや、奴らは天海の意志を継ぐ者たち。たとえ天海がいなくなろうと、秀忠様のお命を狙い、幕府を転覆させるつもりなのです。どうすんねんこれ。もはやこれまでか。行ってくる。え？お前はこの人たちと一緒にこの島から出るんだ。え？でも。お願いだ。え？言うことを聞いてくれ。え？うおーって行くとこで終わるパターンかこれ。お前まさか一人であいつらを。曲。やだ、そんなの嫌だよおじさん。ねえお願い、一緒に逃げようよ。もうどこにも行かないって言ったでしょ。ねえおじさん。え、泣ける。ありがとう、ハルカ。お前があの日俺にくれた一両、あの一両が俺の人生を変えてくれた。お前と出会えなければ俺は大切なものを気づかずにいたと思う。遥、俺はお前が好きだ。お前は俺に新しい人生をくれた。だから今度は俺がお前に新しい人生を与えたいんだ。ロリ、ロリ、ロリ、見られた。ロリコンカミングアウト見てうなずかれた。これが相手だ。公式や。宮本武蔵、ここにあり。ストーリーされて秀忠ビシャー切られるやろあれ。終わった。ちょっと鳥肌は立つね。4人ぐらい食い止めるやろけど、他のやつバーって秀忠のとこ行ってズバシャーなるやろ。まあ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 、スタッフロールの後に期待やな。顔で笑って心で泣いて楽しく生きるところで
か吉野も抱いて遥かにも告白して、すげえな宮本武蔵、二刀流やな。一瞬止まってもた。柴田亜美は見せ物小屋で蛇を食う女をやってた人だね。もう少しだけ、もう少しだけ俺のパソコン頑張って。対策やな、こうやってスタッフロール見てると。剣山ここまでおもろいと思わんかったな最初は。最初はというかやる前はやな、やり始めたらずっと面白かった。戦闘、そう、戦闘のストレスがないな、なかったですね。テーマソング、 Life is beautiful、 美しき人生。そうか、大人の女と幼い少女を股にかける。 Life is beautiful、すごい竜やで。
さあこっからおほ?いよいよ明日、大阪方との戦が始まる。ここに集まった諸君に重大な任務を命じる。年取ってる。我々の任務は、大阪城におられる秀忠様の姫君、千姫様を救い出すことにある。奇襲を仕掛け敵陣へと忍び込む。非常に危険な任務となる。結局あの時にどうだ捕まえられたのか。志願する者はおらんか。俺に志願させてください。本当にもしかして、もしかしてこいつは。俺は中途半端に名声を得るためにここに来たわけじゃない。もう後戻りはできないんだ。それに昔の道場の教え子とかちゃうのこれ。俺もあの人のように生きてみたい。かつてこの国を救った宮本武蔵のように。それは違うかな。それは違うか。でも武蔵の名前はこうやって残ってんねや。何？誰？あいつ。おおほほ。お前さんの魂は永遠に死な。見とるか？武蔵ちゃん。おお、完、終わったー。うわ、67時間。実際にプレイしてない時間もあったかもしれんけど、まあ武蔵はもう亡くなったんやな。でもまあ真島のお兄さんとか生きとっただけ良かったって感じか。なるほど、終わりました。ゴール終了、手に入れた。やったやったインキでセーブデータを作る。はい。はい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 、セーブデータ上書き。よっしゃ、終わり。うぅ、いやー、じゃあ龍が如く剣山はこれにて終了ですね。面白かったなー。配信で続きもののゲームを最後までやったのはこれが初めてか。まあ、しっかり保存しとくんで。いつでも見れるようにしときます。二周目とかも、まあ、あったりするけど、まあ、そこまで全てをこう、配信とかにする必要はないかなと思ってるんで。そのうち、まあ、ちょっとやったりするかもしれないですけど。
まあ、龍が如く剣山はこれで終わりですね。うん、よし、次は3、うん、まあ3できるといいね。ちょっと忙しいから時間があるかどうかですけど。ね、次は、まあ、龍が如く3配信でやるかもねっていうぐらいやね。はい、じゃあ剣山とても面白かったです。お疲れ様です。ありがとうございました。